くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。どうですか？オッケー。ということで皆さん、おしゃかつ楽しんでますか？くるちょもチャンネルも日々おしゃかつ楽しんでますけれども、そんな中大事な一眼レフカメラ、ミラーレス一眼カメラ使い終わったらちゃんとお手入れしてますか？フロアでホコリを飛ばす、汚れていたらレンズを拭く、ドライボックスや保湿庫で保管するなど、お手入れ方法や保管方法などいろいろあるんですけれども、我々素人が踏み込んではいけないと言われていた領域、そうセンサーですね。センサーが汚れてしまったり、風だけでは飛ばないようなゴミが付着してしまったり、そうしてしまうともう専門家に任すしかないと常々言われてきましたが、コロナ禍の中、そういったサービスセンターというのは大体人気の多いところ、人の多い駅、家電量販店、家電の中など、まだちょっと行くのは気が引けちゃうよっていう方も多いんではないでしょうか。そんな方々に朗報です。完全に自己責任ではありますが、試していきたいと思います。それではこちらです。ウェン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 、プシュッ、エビスシュッシュッサークリーニングスワッケですね。こちら APS-C センサーサイズ用に作られたお掃除キットになります。今日はこれでですね、カメラをクリーニングしていこうと思いますので、一緒にやっていきましょう。ということで Ready Go。 先日なんですけども、相方のクルちゃんが使う富士機に憧れてですね、中古の富士の XT20 という、まあ、少し古いカメラなんですけれども、こちらをお安く購入しましてですね、最初はすごいいい感じに撮ってたんですけれども、こんな写真が撮れまして、まあ、ここ見えますよね。この斑点がバババババって出ちゃってるの。まあ、普通の風景なんかを撮ってて、斑点がついちゃうっていうことは、でレンズにゴミとかチリがついてるっていうことが大半なんですけども、こういった逆効果でのコントラストの強い写真で斑点が出たり、にじみが出たりするっていうのは、だいたいセンサーが汚れている可能性が高いです。この写真が撮れた時にですね、焦ってカメラのセンサーをじっくり見たところ、やっぱりちょっと汚れておりました。なのでですね、今日はこのカメラを使ってお掃除していこうと思います。まずちょっと汚れの確認をしてもらいたいんですけども、まあ、ちょっと目視で確認できるかわかんないんですが、少しにじみのような汚れがついてますよね。これをちょっとしっかりクリーニングしていこうかなと思います。とりあえずこれ中身開けていこうと思います。英語のマニュアルにはなるんですけども、 How to clean your camera ということですね。クリーンレンズ、クリーン with レンズペン、クリーン with レンズクリーニングクロス、そしてクリーンセンサー、クリーンアザーパースオブカメラということですね。ブロワーでホコリを飛ばす、レンズペンでレンズを磨く、クロスでレンズを拭く、この液晶画面とかもクロスで拭くみたいなことを書いてますけども、このセンサーだけは本当にまあ自分ではやっちゃいかんよっていうふうにずっと言われてたので、まさかこんな商品が売ってるとは思いもしませんでしたが、まあやっていこうかなと思います。内容物としてはこれが APS-C のちょうどそのセンサーサイズに作られているブラシ、完全密封でこの片方に6つ入ってるので計12本で、これが洗浄液ですね。使い方としては、このブラシの先端部分、ここに洗浄液を 1,2 滴垂らすと自然にこのブラシの全部に染み渡るので、それを使ってセンサーを拭くみたいなんですけど、力が入りすぎては絶対にいけない場所なんですが、このブラシが少し柔らかく作られているので、力が入ってもまあしなってセンサーに優しいみたいな。それではですね、早速やっていこうと、これをしっかり飛ばしておいて、でちょっと開けましょうね。すごい、もうしっかりもうちぎちに真空パックされてます。こんな感じでついてますね。これに洗浄液を 1,2 滴垂らすと、うん、あ、すごい、じわーっとじわーっと広がりました。行き来させるみたいに書いてるんですけど、片側だけの一方通行の方がいいみたいですね。
あーすごい、じわっとなんかその汚れていた部分が全くなくなりましたね。わかるかな。思いのほかめっちゃ簡単かもしれないです。今こう目視したところ、さっきの汚れていた部分が全くなくなりましたね。ちょっと見てください。あ、ちょっとね、そのちょっとこう光が当たった時にさっきじわっと汚れていた部分が全くなくなりました。ちょっと一回これでね、なんか逆光っぽい写真撮ってみようかなと思うんですけれども、はい、アナルに入れたエネマグラで、なんか本当はしつこい汚れなんかの時とかは、まあ、2,3 本使うのがいいっていう風には書いてあったんですが、1本で十分だったなっていう感じです。洗浄液を垂らした時にじわっと広がっていったんですけど、片側にだけ広がっていったんで、裏はすごい乾いてる状態だったんですね。だから洗浄液についている方でとりあえず拭くで、乾いてる方でもう一回拭くっていう感じにしたらすごい綺麗になりました。ということで実際掃除をした後で撮った写真がこちらになります。どうでしょうということでですね、本当にセンサーを掃除するのって自己責任にはなるんですけれども、みんなが思ってるよりも簡単にできるかもしれない。本当に自己責任、ちょっと自信ないわって方は絶対にお店に持っていってください。まあ、こういうのもあるよっていうことで、汚さないのが一番なんですけど、やっぱどうしても使ってたら絶対にゴミとかついてしまったりするんで、それの一つの方法としてこういう商品もありますよということでの紹介でした。これから秋ですね、紅葉楽しみ、みんなで素敵なおしゃかすをしていきましょう。ということでありがとうございました。またねー。